皆様こんにちは、立前ナビゲーターの高天原ゆきです。私と一緒に立前を覚えてストレスに強い心と体を作ってください。今日は立前を始める前の準備体操その2です。私が普段行っているものを紹介しますので、自分に合うと思うものを選んで10分程度やってみてください。足を、腰幅、軽く手を上げて戻す、軽く手を上げて戻す。で、この時にこのへそが背骨に近づいてくる、戻る、へそが背骨に近づいてくる、戻る、これを繰り返しています。で、このへそが中に入っていくときに、へそのちょうど裏の部分ね、ここ命門と呼ばれますか、命門が縦に上下の方向に開く、開くっていうのはこう詰まった状態から伸びた状態になるような具合ね。へそが背骨に近づいてくるときに命門が開く。もう一度行います。へそが近づいてくる、命門が開く。このことと腕が持ち上がっていくときに命門が開いていく、下半身と腕のつながり、この感じがとても大切で、この動作を繰り返すことで体の前後のバランスを整えていきます。立前を行うときに腕を持ち上げていくんですけれども、これはこのへそを入れる、命門を開く、そのこととセットになっていって腕が持ち上がる、こういう感じなんですね。浮き上がってくるような感じで、決して、肩の力で引き上げているという感じではないんですね。これを基本動作として繰り返します。